これはなんだろうな。なにそれ。パンディには見せないよ。ねえ、なに、ねえ、こんな可愛い T シャツができるって。ねえ、ねえ。みなさんこんにちは、かしこまりです。そしてマネージャーのパンディです。パンディです。ジャマーリ。パンディです。ジャマーリ。パンディです。ジャマーリ。パンディです。ねえ、それやー、ねえ、やー、聞いて。やー、ちょっと、なんだろう、それはな、もう見えてるから今ので、それ何、どうしたのそれ、ね、これいいでしょう、ね、もうね、うん、今回のね、ライブに向けてさ、T シャツ作ったんだよ。いいだろう、いいだろう。え、聞いてないよ。え、パンディに内緒で作ったのそれ。内緒でって、でも別にいるじゃん、パンディここにさ。パンディもさ、うん、その T シャツってやつをさ、うん、作りたいなって思う。いや、だからいるじゃん、ここに。そういうのじゃなくては、メインな感じでパンディも T シャツを作りたい。なにそれ、本当に作るつもりでいるわけ。うん、うんじゃないよ、本当。なんなのねえ、マジでさ、最近本当に調子乗りすぎだからね。パンディはチャンバリのマネージャーなんだよ、わかってる？わかってる。わかってないよ。わかってないからそんな自分の T シャツ作るとか言い出してるじゃんか。でも何、ちょっと書くことに一生懸命にならないでくれないかな。パンディの顔もあった方がいいと思うんだ。うん、え、本当にちゃんまりは全く載せないつもりなの？載せてあげる。え、書いてあげるね。か、うん、あ、うん、端っこの方に書いてあげるから安心して、安心して。うん、うん、何それ。だってさ、うん、え、ちゃんまりの、だってこれ見て、ちゃんまりの T シャツだってすごいさ、いい風になってちゃんとさ、パンディいるのにさ、うん、これじゃさ、うん、ダメなわけ。大きく描かれたかった。大きく描く。でもだってさ、だって比重がやっぱほら、パンディの大きさに対してのちゃんまりの大きさがあるわけでしょ。うん、でパンディが大きく描かれたら、ちゃんまりはもっと大きく描かないといけないんだよ。そんなことないよ。なんで、遠近法でパンディが前に出てきてるっていう感じね。なんそれ、なんでパンディ、パンディがメインじゃん本当に。みんなやっぱ望んでると思うよ。望んでない、悪い顔のパンディだね。そんなことない、そんなことない。悪い顔するパンディだね、それまた。ちゃんまりも書いて、書いて、うん、ちゃんまりも書いて。え、ねえ。ねえ、似てないし、そんな最悪なんだけど。ちゃんまりってことにしないでほしいぐらい嫌なんだけど、それ。ねえ、ねえ。最低だな。あ、じゃあパンティとお揃いにしてあげるよ。何を？ねえ、やめてよ、やだ、気持ち悪い。お揃いにしなくていいし。できましたできたったね、はい、本当にできちゃった。もしかしたらもう色つけずにこのまま行くかもしれません、うん、マジでこれ、マジでちょっと欲しいでしょ。ちょっと欲しい、欲しいでしょ。ちょっと欲しい。さあ、パンディ T シャツ完成しました。イエーイ。こちらですね、マジかよ、本当に販売しますので。マジでなんだ。はい、皆様お楽しみに。マジかよ、お楽しみにしてください。ちゃんまりの T シャツも楽しみにして、ていうかちゃんまりの T シャツも楽しみにしててね。ちゃんまりの T シャツも楽しみにって言いましたけど、違うよ、もはやパンディの T シャツの方がメインとしても過言ではございます。違う、ちゃんまりの T シャツを楽しみにしててね、しててね。ということで、かしこまりとパンディでした。バイバーイ。バイバーイ。9月17日月曜日祝日19時から、19時から渋谷のウームにて、マリズムボリューム2